evening worship. 皆さんこんばんは。今日も幽霊杯の時間を持ちたいと思います。本日担当いたしますのは木森健二です。今世の中で新型コロナウイルスの問題が持ち上がっていて、本当に私たち毎日大変な思いを持って過ごしているかと思います。しかしながら世界の別の場所に目を向けてみると、去年の暮れあたりでしょうか、アフリカの東部でバッタ、イナゴのようなバッタがですね、大発生をして、また大きな問題になっているそうです。このバッタなんですけれども、大きな群れになると東京で言えば東京23区の4倍もの面積に80億匹ものバッタがですね、こうひしめいて飛び回っているということです。そしてなんと1日で350万人分もの食料をですね、食べ尽くしているということでありました。厄介なことに、彼らは1日に約130キロもの距離をどんどん移動いたしますし、そして3ヶ月ごとにですね、20倍ものペースで数を増やして増えているということであります。このバッタに関する記事は、私たちが読んでいる聖書出エジプト記の10章にもこんな記事が出ております。イナゴは地表を覆い尽くし、地面を見ることもできなくなる。そして豹の害を免れた残り物を食い荒らし、野に生えているすべての木を食い尽くすと書いてあります。今回バッタのことで、あの国連がですね、今起こっているこのバッタによる被害は、この聖書に書いてある被害出来事に匹敵するとのコメントを発表しております。私たちには想像のつかない被害だと思いますけれども、本当にあのコロナウイルスのこと、そしてバッタのことでアフリカの人たちは苦しんでいるということでありました。私たちには本当にわからない世界の話です。しかしながら、あのこのような出来事というのはここ10年20年の間に本当に世界で数多くありました。私たちもそのいくつかを経験をしているのではないかというふうに思います。このようなことがあるたびにですね、私はいつもある詩のことを思い出します。この詩はですね、私の父親がある病気で入院をしておりました。ちょうどあのキリスト教主義の病院でありましたので、その病院に付属をしている教会の修法が廊下にあるところを見かけて、たまたま目にした詩であります。やまなければという詩です。読みます。やまなければ捧げ得ない祈りがある。やまなければ信じ得ない奇跡がある。やまなければ聞き得ない御言葉がある。やまなければ近づき得ない聖女がある。やまなければ仰ぎ得ない御顔がある。おう、やまなければ私は人間でさえもありえなかった。このような詩であります。この詩の意味は、そのまま取るならば、何か病気になった時に初めて神様に心が向いたり、神様に近づくことができるんだということを読んだ詩で、河野進さんというですね、ある牧師さんが読んだ詩です。私の中ではこの詩を読んで、少し拡大解釈をしてこのように思っております。もし自分の中で病気だけではなくて、さまざまないろんな困難や苦しいことが起こった時に、そういった時に初めて神様のことを思い出して、もう一回神様と向き合うことができる、そんな詩であるというふうに自分の中では思っているわけですけれども、ある意味ですね、私たちに与えられている問題や困難、苦しいこと、そういったものは神様が与えてくださっているチャンスであるというふうに私はいつも思うように心がけております。今回の新型コロナウイルスの感染拡大というのは、なぜこういったことが起こったのか、そしてなぜ神様がこのようなことを私たちに与えられているか、それは私たちには本当にわからない出来事であると思います。しかしながら、私たちはこういったいろんな困難が起こった時こそ、神様に心を向けてお祈りをして、もう一度神様と出会う、そのことをですね、本当に祈り求めるということが大事なのではないかということを今日は皆さんと考えたいと思いました。
最後にですね、聖句を読んで終わりにしたいと思います。箴言3章の5節から6節です。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を求めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ぜひ皆さん、自宅で過ごす機会が多いかと思いますけれども、ぜひ神様と向き合うそんな時間を過ごしていただきたいと思います。